中央図書館前停留場は、北海道札幌市中央区南22条に四十三丁目に、ある、札幌市交通事業振興公社の停留場である。停留場番号は、SC12。初、終電や一部の電車はここを、起、終点にしている。通常は単に、中央図書館前と呼ばれるため、以降は、本校でもこれに習う。一部を除き、 両線は直通運転を行っている。2002面の対抗式ホームを持つ。東側に内回り、西側に外回りのリバがあり、その間に片渡り線がある。安全地帯にはロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。外回りの安全地帯は横断歩道に接していなかったが、2019年12月に乗客の安全確保のため、 安全地帯を移設する。北海道駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。札幌市第43火災予防組合編。札幌市第43火災予防組合遠隔誌。1941年より。停留場ナンバリング表示について。札幌市交通局。オリジナルの2015年4月11日時点における。アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 2 1 1 1 5 0 0 5 7 h t t p w w w c i t y s a p p o r o j p s h o t t o n s h i t e n n u m b e r i n g h t m l 2 0 1 5年4月11日結論 ?ab 中央図書館前停留場の移設について、札幌市交通局、オリジナルの2019年12月7日、時点によるアーカイブ、2019年12月11日閲覧、ありがとうございます。